アメリカ合衆国造幣局の2007年のミントセットミントセットとは各国の造幣局が発行する硬貨をケースに収納して販売するためのもので貨幣セットということもある確実に完全未使用品が入手できるためコイン収集化に徴用される造幣局が完全未使用品の通常貨幣をプラスチックケースに入れ反布している 平成31年名のミントセット中央は、単動性の年名版。平成31年名のミントセット、遠隔記念貨幣を追加したものは蒸気に含まれない。なお、ミントセットを含む貨幣セットの送料は半価に含まれている。行事用貨幣セット造幣局の桜の通り抜け、コインフェアなどの行事に合わせた外装紙を用いた行事用貨幣セットを、 昭和62年より造幣局構内コインフェア会場で販布している。磨き上げて効果を鏡面仕上げにした特別製造のプルーフ貨幣を人工為替のケースに封入した通常プルーフ貨幣セットも販売している。遠隔記念貨幣の中にも造幣局が直接販売するものがある。特に額面が1000円以上で、なおかつ販売価格がそれを上回る場合において、 顕著である。これらは素材に貴金属を使用し、特殊な技術を用いて製造されていることが理由とされる。韓国や台湾、シンガポールなどで発売されている。主に記念貨幣セットが多い。特に韓国では、現在一般流通していない一オン、五オン効果もセットになっているのが特徴となっている。ありがとうございます。